聖域を越えた先にこんな場所が広がっていたなんてね。そのまま決戦ゴーゴーって思ってたからちょっぴり拍子抜けなのだ。気を抜くなよ、二人とも。ここが敵地なのは変わらないんだ。だけど本当に静かだわ。魔物の出てくる様子もないし、どうしてなのかしら。その答えはこの先から感じ取れる清らかな光のせいなのかもしれません。行ってみようよ。これは瓦礫が光を放っておるのか。が、しかし熱量ゼロ、魔力エナジーではありますが、陶器の機能では分析不可能です。面目ありませんが、未知のエネルギーと呼称するより他はございません。ソウルだよ、これは。え？俺にはわかる。これはかつてここまでたどり着いた歴代の勇者と乙女たちが残していったソウルの足跡なんだ。の皆さんの励ましの声が。うんうん、分かってるよ。クンカたち最後まで頑張るからね。皆さんの思いと願いは私たちが誇りを持って受け継ぎますから。東大の勇者よ、乙女たちよ、よくぞここまでたどり着いてくれた。君たちの奮闘を我らは誇りに思う。が、今一度だけ振り返ってほしい。それは本当にあなたたちの意志か。与えられた使命を責務として果たすことしか考えてはいないか。もしそうならば、あなたたちは魔人に勝てないでしょう。それほどまでに魔人エクリプスは強い。力や魔力でなく、ソウルそのものが強いのだ。圧倒的な恨みと怒りと嘆き、それこそが魔人の力の根源。それに対抗しうる確たるものをあなたたちは見出さねばならない。魔人の暗き情念と向かい合ってもなお揺らぐことなき強い思いを。君たちはきっとそれをすでに得ている。これまでの旅の中できっと気づき、認め合って確かめなさい。それを見出したとき、我らは君たちを決戦の地へと誘う。遠望の玉座、決して届かぬと知ってなお遥か遠き天へと向かって。今もなお遠射の方向を放ち続けている魔人エクリプスのもとへと。ダメだ。